A.C. リミニ1912は、イタリアイデリアロマーニア州、リミニを本拠地とする、サッカークラブチームで、1912年に創設された。2020から21シーズンは、セリエ D に所属している。スタディオロメオネイリ1912年に、リベルタスリミニとして創設された。1920年代に、現在の赤と白のシャツが採用され、 1929から30シーズンには、現在もクラブが使用するスタディオロメオネイリが建設された。クラブ名は1938年にリミニカルチョ、FC に改称された。長年にわたり地域リーグに参加した後、クラブは1976年に初めてセリエ B への昇格を達成した。1970年代のセリエ B での3シーズンは、順位表の下半分で終わった。 1978から79シーズンにセリエ C に降格したが、翌シーズンには昇格を決めた。1981から82シーズンに再び降格してからの24シーズンはセリエ C に止まり、そのうち1990年代はすべてセリエ c にで過ごした。2004から05シーズンにセリエ C1 に優勝し、1970年代以降、 初めてセリエ B に復帰した。2009から10シーズンは、レガプロプリマディビジオーネのジローネビーで4位となり、プレイオフに進むも敗退。そしてこの敗退で資金繰りが厳しくなり、2010年7月に所属していたレガプロ連盟から、クラブの財政難によりリーグ登録が認められず、セリエ D のカテゴリーへ降格となってしまった。2010年8月5日、 企業仮ミニビアージョアマティが旧チームを引き継ぎ AC リミ九9 1 2として再出発した。なし。ありがとうございます。